マーカス・キャンビー、マーカス・キャンビー、マーカス・ D ・キャンビー、1974年3月22日隊は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。コネティカット州ハートフォード出身。身長211センチメートル、体重107キログラム、ポジションは主にセンター。2007年に最優秀守備選手を受賞。地元の高校を卒業後、マサチューセッツ大学に進学。3年生の時に平均得点 20.5、平均リバウンド 8.2 を記録し、ネイスミス賞やウ・デン賞を受賞した。大学3年を終えた時点でアーリーエントリーを宣言。史上最高のドラフト年とも言われる1996年の NBA ドラフトだ選手には、アレン・アイバーソンやコービー・ブライアントなどで、トロントラプターズから全体で2位の指名を受け、NBA 入り。ルーキーシーズンに 14.8 得点 6.3、リバウンド 2.6 ブロックの好成績を残し、オールルーキー 1ST チームに選出された。2シーズンラプターズでプレーした後に、ニューヨークニックスにトレードされる。ニックスは8位で、プレーオフに出場するが、パトリック・ユーイング、アラン・ヒューストン、ラリー・ジョンソン、ラトレル・スプリーウェルの活躍で NBA ファイナルまで進出する。ファイナル前に中心選手のユーイングが怪我をしてしまい、インサイドをキャンビーに頼る苦しい状況になる。キャンビーはガッツあふれるプレーで奮闘するものの、サンアントニオスパーズはツインタワーと呼ばれてインサイドが強く敗退して舞う。最初の2シーズンはベンチ出場だったが、3年目の00から01シーズンにスターターに昇格。12.0 得点 11.5 リバウンドの成績を残す。しかし翌シーズンは怪我の影響でシーズンの大半を欠場。シーズン終了後にデンバーナゲッツに移籍。ところがここでもまた怪我でシーズンの大半を欠場する。コンディションを整えて臨んだ 03から04シーズン、ナゲッツは96年ドラフトに引けを取らないタレントの揃う3年ドラフト生の中から、大学時代全米優勝を果たした新進スターのカーメロ・アンソニーを獲得。チームは久々のプレーオフに進出する。オフに突入したナゲッツはフロントコートの補強にニュージャージーネッツのスターケニョン・マーティンを獲得。キャンビーとのインサイドコンビに期待がかかった。05から06シーズン序盤苦戦を強いられたもののヘッドコーチの交代によりプレーオフに滑り込む。06から07シーズンは、これまで怪我による欠場が多かったキャンビーはシーズンで70試合と、まずまずの試合数をこなした。1試合平均 3.3 ブロックは、リーグ1位、11.7 リバウンドは、リーグ5位でキャリア初の最優秀守備選手賞を獲得、オールディフェンシブファーストチームにも選出された。翌07から08シーズン、キャンビーは1試合平均 3.6 で、3年連続4度目のブロック王となった。最優秀守備選手賞の投票では2位となったが、オールディフェンシブファーストチームには再び選出。リーグを代表するディフェンスプレイヤーとなった。2008年オフ、キャンビーは膨らみすぎたナゲッツのサラリーの清算という理由で、ほぼ無償でロサンゼルスクリッパーズへ移籍することとなった。これまで守備が課題のナゲッツにおいて、ただ一人ディフェンスに注力してきた彼は少なからず落胆した様子であった。契約最終年の2010年途中、本人はロサンゼルスクリッパーズに残ることを望んでいたが、グレッグ・オーデンやジョエル・プリジビラが怪我で今季絶望に追い込まれ、インサイドの補強を強く希望していた、ポートランドトレールブレイザーズにスティーブ・ブレイク、トラビス・アウトローとの交換でキャンビーは移籍することとなった。2012年3月15日、トレードでヒューストンロケッツへ加入。2012年7月11日、トレードで古巣のニューヨークニックスへ移籍した。ロケッツはトニー・ダグラス、ジョシュ・ハレルソン、ジェローム・ジョーダンの3選手と2つのドラフト2巡目予備権を得る。キャンビーはオフェンスよりもディフェンスで活躍するタイプのプレイヤーであり、元 NBA 選手のディケンベ・ムトンボと似た。プレースタイルと言われている。特にリバウンドとブロックでは長い腕を活かして毎シーズン上位にランクインしており、チームの守護神である。また最優秀守備選手賞獲得時のインタビューで、オールスターにも出ていないのに受賞するなんて皮肉だねと語った。オールスターは、守備型の選手は選出されにくいのである。オフェンス面では得点力は高いとは言えないものの、ペイントエリア内はもとより、ミドルレンジからでも、独特のまさかりを担ぐようなシュートフォームで得点を上げることができる。また意外な器用さも持ち合わせており、時にはディフェンスリバウンドから敵陣まで自らドリブルし、トリッキーなパスを繰り出して得点チャンスを演出しては、観客を喜ばせることもある。このように多彩な才能に恵まれているキャンビーだが、怪我による欠場が多いという点が彼への評価を下げてしまっている。しかし、近年では怪我への耐性も高まっており、長期の故障離脱は少なくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。